M4 はサソリ座にある球状星団である。直径は約70光年。太陽系からの距離は約7200光年である。2007年に距離4900光年の2マス GC04 が発見されるまでは太陽系に最も近い球状星団であった。多くの変更性が星団内で観測されている。 1987年に3.0ミリ秒周期のパルサーが発見され、1995年にはハップル宇宙望遠鏡による観測でパルサーと連星系を成す白色矮星が、さらに2003年7月にはこの連星系を周回する系外惑星が発見された。木星の約2.5倍の質量を持つとされる。 この惑星はおそらく M4 と同じくらい古く130億年前に形成されたものと考えられている。ジャンフィリップ・ロワド・シェゾーが1746年に発見し、1764年にシャルル・メシエが最初のカタログに記載している。シェゾーはアンタレスに近くこれに先行する。白く丸く小さい。以前に発見されていないと思うとした。 1751から1752年に、ラカイユは、ケープタウンで見て、かすかな水星の小さな核のようだとした。1764年メシエは、非常に小さな星からなる星団。機械が悪いと星雲上、とした。1783年、ウィリアム・ハーシルは10フィートの反射鏡で初めて星に、分けてみた。彼は200個程度の星を認めており、 また南北を走る星の群れをかなり明るい八の足十個の星のナスオネと表現している。スミスはこの星の群れを中心を走るまばゆい光と表現している。猫の目を連想する人もいる。アンタレスの西にあり小型望遠鏡でも比較的観察が行いやすい。球状星団としてはまばらである。空の条件が良ければ肉眼で 天の川の中に見ることができるくらい明るい、球状星団である。ただ、同じ球状星団の M2 や M3 よりも明るいにも、かかわらず、一等星のアンタレスが西に1.5度にある、ため、それらより見えにくい。球状星団としてはまばらで、黄色みがかって、見えるのが特徴である。丸く対称な形をしているにもかかわらず、一段ースほどの、10から12等の星の群れが、 北から南に走っている。これが、ハーシェルの言う、オネである。口径20センチメートル程度の望遠鏡で、中心部分の星も見え始めるが、空の状態によって、見え方が変わる星団だとも言われている。ありがとうございます。